皆さんこんにちは、こんばんは、おトマトです。いかがお過ごしですか？私は元気です、イエーイということで、はい、先日はですね、初めてのライブ配信、皆さんたくさんの方に見ていただきましてありがとうございました。とてもね楽しい、あっという間の時間で、ちょっと長すぎましたかね、すいません、申し訳ないです。それからいろんな方にですね、もう少し遅い時間の方がありがたいっていうふうなことも言われましたので、今度はですね、この動画内できちんとかなり前もってですね、ライブ配信の予定などを告知して、そしてもう少し遅い時間、9時とか9時半とかそういったところでね、ライブ配信をしていこうかなと思っておりますので、またね、ご意見などありましたらばコメント欄に、また書き記していただければ参考にさせていただきたいと思います。見ていただきましてありがとうございました。またですね、来年ライブもしたいと思っておりますので、皆さんそういったところもね、コメントに残していただければと思います。よろしくお願いいたします。そして今日はですね、何をするかと申しますと、最近の私の、うろうろしてたリアルコーデとか、お店でチェックしたものとか、そういったものをね、皆さんにご紹介したいと思います。ザラも冬のセールやっておりますが、私ねセールで一つ買って、ライブ配信でご紹介したんですけれども、ワンピースまたね証拠りもなく買ったんですけど、3990円かな、S が来て、そして少しね、フィットしすぎかなと思って M に交換してるんですね。それが届くのがもう少し先なので、また届いたらですね、サイズ感なども皆さんに見ていただきながらまたご紹介したいと思います。 S でもね良かったのかなと思うんですが、いろいろね下に着込まなきゃいけないような生地感だったので、 M に、サイズアップしてね、また交換を、しました。またコンビニでね、スマリっていう箱にね、こう返品用のものを入れて交換が来るのを待つっていうね、そういう形でね、以前の動画でもねご紹介したコンビニに持っていくっていう形でね、交換をいたしました。返品ではなくて交換っていうのはね、私にとって珍しいかなと思いますけどね、またね次回、ご紹介していきたいと思いますので、お楽しみなさってください。今回はですね、リアルコーデとか H&M とか、いろいろまた証拠にもなく言っておりますので、そういったところを見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。今私はですね、歯医者に行ってまいりました。歯医者はですね、3ヶ月に1回歯のクリーニングに行ってるんですね。歯石を取ってもらうってやつですね。今朝ね、歯を磨いてると右の奥のね、奥歯が出血があったので、ちょっと腫れがあったのでね、見てもらって、汚れを取ってもらって、ちょっと腫れがあってね、汚れが溜まりやすくなってるってことで、今度はお医者さんに年明けに見てもらうという、そういうことになりましたけど、このぐらいの年になってくるといろいろと不具合が出てきますのでね、そういう時は面倒くさがらずにね、やっぱりすぐにお医者さんに行くってこと大事ですよね。特に歯なんかはね、定期的に歯石をねクリーニングしないと、いろんな病気につながっていくっていうことがよく言われてますよね。歯周病菌とかね、東京で満員電車で通勤してましたから、よくね人の口臭でね、その人の口臭の種類を嗅ぎ分けることがよくできてましたけど、そのね口臭の嗅ぎ分けでね、主人のピロリ菌の匂いというか、これはちょっと異常な口臭ですよっていうことでね、医者に行ってもらって、そしてピロリ菌を発見したっていう経緯があったので、歯石が溜まってる匂い、それから朝食をとってないなっていう方の匂い、ちょっと異常に、ちょっと胃がねかなりおかしい、悪いんじゃないかっていう人の匂いってね、いろいろ違うんですよね。私もジミー大西みたいにね、鼻が利くというか、そんな感じなんですけど、冗談はさておき、ちょっと買い物して、帰ります。
緑の窓口がやっぱり年末に近づいてきたから人がいっぱい行列ですね。チケットを買うためのはい、今ですね、私はいつもの大好きなララポートに来ております。今日ね、車が多いなと思ったらセールが始まってるんですね。びっくりしました。なのでどこもね、セールセールって札が出てますので、店舗でのセール品っていうのをね、ちょっといろいろ見てみたいかなと思います。先に H&M 行ってみます。外からちょっとね、簡単に、はい、セール始まってます。今日はですね、H&M のニットゆったりしてるやつを着ています。今日ね、髪がセンターパーツになってるので、これがね、セールじゃないかもしれない。5,990円、これ綺麗。Sサイズ、ちょっとニットがね、ニットワンピースがボワッとしてるから、ちょっとサイズ感がわからないですけど、普通はね S サイズ、割とねこれ絞れてなくてボクシーですね。爽やかな色。H&M を見てきました。すごくね、明るいライトブルーのジャケット、ダブルのジャケットはね、テクスチャーがちょっとあって、ツイードっぽい生地でブレザーを試着しましたけど、それはねすごくいいなと思ったんですけど、セールじゃなかったんですね。5999円で、サイトの方でスキャンをしたら、オンラインサイトにはね出てこなかったんですよね。だからもしかしたら店舗だけの取り扱いの商品かもしれませんけど、あるいは古い在庫のものなのかもしれません。色がねすごくね綺麗で自分に似合ってるなと思って、試着はしたんですけど、セールじゃないんですよってことで、セール品の中ではリブニットパンツ、重ね着用にいいかなと思って黒をね手に取ってたんですけど、サイトを見るとね、サイトで S サイズが残っていたので、もう店舗で買うのはやめてオンラインでねお気に入りに入れましたけど、まあけど買おうかどうか分かんないかな、静電気が起こるかもしれないので、そういう意味では静電気嫌だなと思うので、はい。そしてね、ザラの店舗もちょっと見ていきたいと思います。まあ私は多分買うことはないと思いますけど、電気に来ました。結構山田電気来る率高いけど、今日はね山田電気には在庫があるか分かんないので、ビッグカメラには確実に在庫があるっていうことを電話で確認したので、はい、いかがでしたか。普段はねすごく
ゆるい生活してますので、この YouTube だけ皆様とのつながりだけが私がね社会との接点みたいな感じになってます。そういう風な、ね、生活してますので、あまりね社会性のない、ダメな大人になりつつあってるんですけど、このね YouTube と Instagram を通してですね、なんとか、皆様とつながっておりますので、まあ、非常に私にとっては大切なあのプラットフォームで、もしよろしければこういった情報、ファッション中心の情報、出かけ情報など、私の日々の、まあ、アラカンの暮らしなんかをですね、もし少しでも興味を持っていただけましたらば、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またインスタグラム、あのこちらはねコーディネート、まあ、YouTube で紹介したものとあとプラスアルファっていう感じでコーディネートをご紹介しております。あのそちらもまだフォローされてない方はフォローしていただければ嬉しいです。セール情報とかね、あのちょっとお得だなと思った情報なんか早めにそちらの方であのアップしたり、ストーリーにリンク貼ったりね、そういったところで情報がそちらの方が早い場合がありますので、ぜひインスタグラムおトマトさんをフォローしていただければ嬉しいです。はい、ということで今日の動画はこれでおしまいです。年内あと1本ですね、30日にアップしたいと思いますので、そちらはですねザラの購入品のワンピースとかそういったところも紹介できればなと思っております。そして来年早々にはアクセサリー の, あの付け方とかそういったことも含めて小物使いなどの動画も上げていきたいと思っておりますので、お楽しみに。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ではまたね、バイバイ。